洋服のですね、裏地を作るということをちょっとやってみたいと思います。こういうふうに表があって、裏がですね、ない状態です。2種類やるんですけど、まずコピーをいきなりします。その前にどうせウェイトをかけるんで、ウェイトコピーめんどくさいので、オブジェクトモードにします。オブジェクトモードで、骨を掴んでですね、こちらをオブジェクトペアレントのセットしますね。ウェイトかけました。で、こちらどうなってるかっていうと、これがですね、ウェイトペイント表示しまして、グループで、2、こんなんができてますね。はい。で、こんなんができてます。ちゃんとできてるよと、まあ、なったとしましょう。で、これをですね、オブジェクトモードにしまして、これをですね、コピーしちゃいます。コピーしちゃいます。コピーします。シフト D。こんなふうにコピーがされてます。OK ですか？わかりやすいように、GY の位置って横にしますね。で、どうなってるかっていうと、こっちとこっちとコピーされてますけど、オブジェクトがこういうふうに分かれてるだけですね。ちょっとジョインしましょうかね。オブジェクトのジョインで、ジョインとかこのセパレートとか分けたりって、なんか結構いっぱい使うので、もう、ごめんなさい、何してんの？タブ、こんな感じで2つともこうなってますね。で、ウェイトどうなってるか見ましょうか。ウェイトも同じコピーなんで、全く同じものができてるわけですね。ね。で、これの片方をですね、裏返します。ウェイトはこの状態で、コピーします。タブで、A で L、これですね。これを縫線を反対なんで、メッシュのノーマルスをインサイドにします。そうすると反対になりましたね。で、ウェイトどうなってるかですね。ウェイトペイント、ウェイトペイントは一緒で、縫線の向きだけ、面だけが反対になってる状態ですね。こっちに絵が内側に入るということですね。で、こちらの方ですね、もう一回こっちに移動してあげます。まあ、でも裏面がいらないんで、いらないとこありますよね。そこを消してあげましょうか。そしたら、どうやって消そう。手をしました。1番、3番、もう一回、リミット外しまして、こちらをですね、C、でか。右クリックしました。取れてない。アルトシフト。向こうが取れちゃった。アルトコントロールのこれが取れちゃってるんで、もう一回します。あ、でもいけてる感じするな。いけてますね。はい。これいらない、あ、違う、これいらないとこですね。よいしょと拡大して、アルトのシフト、これは残したい。あとは消したい。で、X、バーテックス。こうやってもウェイトは変わりませんからね。ウェイト。ね、切れてるだけですから。で、こちらをですね、C、リミット
ないんで全部来てるはずです。右クリック、GY のマイナス1で戻します。8、これで、完成。これとオブジェクトモードに変えまして、一つのものになってるので、ポーズで見てみましょうか。骨を選択して、ちょっと1番にします。ポーズモード、ポーズモードします。骨を選択して R で動かします。ね、綺麗になってますよね。ちょっと足出ますけどね、これぐらい出ると。仕方ないですよね。3番、R、こんな感じですね。はっ、って感じで作っていきます。あとは UV を作っていったらいいので、ここからですね、 UV を作っていきます。切って貼って、やってみてください。以上です。はい、こんにちは。今度はですね、モディファイアーズを使ってですね、このなんていうんですかね、ソリッドファイっていうのを使って、やっていこうかというようなことです。やってみます。まずですね、ソリッドファイを使っているか分かんないかな。後からちょっと説明してるんですよ。実はこれね、2回目なんですよ。1回やったんですけど、うまくいかない。ウェイトの誤差がですね、微妙に出てて、それを修復することができないんですよ。で、やり方をちょっと変えようと思うんですけど、ウェイトを先にかけてからですね、このソリッドファイっていうのをかけてみようと思ってます。面を反転するときと一緒のやり方なんですけどね、まあ、やってみましょうか。まずですね、ここにデータありますよね。で、もしかしたら 2.6 とかだったらもうどっちでもいいのかもしれないですけど、まずウェイトをかけちゃいます。オブジェクトのペアレントのセットで、オートマチックウェイトかけます。はい。で、次にですね、もう一度こっちのオブジェクトの方にしまして、今かかってない状態なんですけど、こんな状態ですね。で、ここに、ソリッドファイをかけます。アドモディファイヤーのソリッドファイですね。で、説明もしてるんですけど、これ0にします。で、フィルを外します。で、アプライします。で、これで今ですね、面の状態がエディット、表と裏がもうできてる状態、方線が中にも向いてるでしょ、そういう状態になってます。はい。で、これがですね、どうなってるかちょっと待ってくださいね。まずオブジェクトモードにします。タブで、ボーンを選択します。1番で表裏ある状態ですよね。ここ、あれ、骨を選択します。なんかさっき失敗したんだよね。骨を選択します。ポーズモードにします。で、もう一回骨を選択して R、 ついてますね、ついてますね、 OK ね。はい、ソリッドファイでちゃんと裏表ついてる状態になってます。3番、なんかね、なんでだろうなっていう感じなんですけどね。
はい、これで表裏できてる状態になってます。で、これで終わりなんですけどね。悔しいんで続けてやってもいいですか？ですね、今表裏ができてウェイトもかかってる状態になってます。ここからですね、 UV を作ってみたいと思います。喋りたいのかという感じですけどね。そうだよ、喋 り足りないんだよ。 GY1 で、裏地がここにありますね。あ、また触っちゃった。リターン忘れるんですよ。 GY の1。はい、こんな感じでできてますね。で、縫線をですね、作っていきますので、あとここ裏地いらないところ、面少しでも少なくしたいっていうことで、削っていきます。ちょっと待ってくださいね。3番で、コンマをして、解除して、ここのラインまでを残したいと思ってるんですけどね。真ん中で消していきます。グーグー。なんかね、雑なんですよね。クリック、めんどくさかった。よいしょ。ちょっと何も触らないとこにしといて、Alt シフトで、もう一回で、ここまでを残しますね。これ全部削除します。X バテックスで、半分だけ消えてます。大丈夫で、ここで境界のところを選択します。シフトで真ん中ずらします。シフトコントロールの Alt の M で、境界になりますね。ここがちょっと邪魔。あとここの折り返しのとこですね、そこもいりますよね。 Alt シフト押しながら、リミットつけて、えい、これで境界っていうか折り返しのところが筋が入りましたね。1番、あれ？ 1 番が入らへん。1で、ライン取っていきます。 Alt シフトのこれですね、このライン取りました。で、これをですね、ずっとこうどっちでもいいんですけど見ていくと、これですね、 Alt シフト。今、こっちを見ながらこっちを見たんですね。で、同じ位置を選択しました。で、次は1のコントロールをすると反対側。ちょっとリミットをかけちゃいます。ラインはここ通ってるんですけど、まあ、見えないかもしれないですけど、こう通ってるんですよね。で、もともとの線はここに来てるので、このラインを取っちゃいます。いいですか？このラインを取っちゃいますよ。このラインを取っちゃいますよ。こう来て、こう来て、こう来て、こうなってますね。はい。で、リミットかけます。えいっと。Alt シフト押しながら押しました。で、ずっと来て、ここですね。Alt シフト。はーい。で、ここまでできますと UV が作れる状態になってるはずです。メッシュのエッジマークシーム、メッシュのエッジ、マークシャープで、マークシャープしたところをモディファイアーズのエッジスイーツ、できないのはオブジェクトモードだからです。で、エッジスプリッツをかけました。これで、UV が展開できる感じになってるはずです。じゃあ見てみましょう。
ジ A、 今度は全部選択して、メッシュのアンラップ B、 こんな感じですね。表裏それぞれがですね、L、 こういうふうに表とか裏とか分かれてなってますよね。これをまあレイアウトして、ここに模様とこ貼ったら終わりということですね。わかりましたかね。わかりましたかね。N、 なんか外がうるさいですね。どこまでやんねんっていう話があるからもうやめときます。以上、ストリートファイを使ったなんていうんですかね、裏地の作り方でした。これ失敗をしてるので、失敗のやつもですね、あと補足説明もちゃんとしてるんですけど、今簡単にしましたけど、そちらの方も見てもらったらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。テク2でした。